気まぐれ空中散歩さんの動画から始まりました。俳句の滅亡心霊チャンネルです。平室松明でございます。今日も一日清らかに生きて行きましょう。詩のイメージを描く。シンボリックなものでも、自分が死ぬ時の想像でも構いません。時世の空というものではなく、いわば死のイメージをスケッチするようなつもりで作ってみましょう。グヒの前、今死に水をうちに蹴り、平室松明。グヒの前に死に水を打ちました。この動画で縁があった方々のコメント、高評価、チャンネル登録いただくと励みになります。最後までのご視聴、心よりありがとうございました。また、俳句の滅亡しないチャンネルでまたお会いしましょう。